ダッシュで行こうぜ、ゾームタケタでございます。刻んでいこうぜ、スパイクのニードルピン、タケノコの山にしてみた。はい、ということで本日の動画なんですけれどもね、タケタ、地図終了。よー、お疲れ様でした。いろいろ試合をエントリーしておいたんですけれども、無理無理でした。まあ、やることやったんでね、申し訳ない。今年初じゃない、大きなさ目標を掲げて目標達成したっていうチャンネルとして見せるのは初じゃない。そうだね、初だね。なんかさ、 TKD プロジェクトってさ、適当につけないよ。二人ともさ、陸上競技やるにあたって計画していこう、はいはい、それができたかできてないかを見せるチャンネル主に合ってるじゃない。あ、そうだね、プロジェクトだよね。いや、完全にプロジェクト成功みたいになったけど、やっとチャンネル名のことできたってようやくね、一言で言わせてもらうと、もう100点、100点でした。今シーズンは20点でも10秒9で100点だったんで、10秒7いっちゃった。7いっちゃったね。いや、行き過ぎた。そんなに行き過ぎたらすごいよ。今年7出たので、来年もうちょっと大きい目標掲げて皆さんの前でボーンと今度言おうかなって。なるほど。それはちょっとね、まだヨシキが今年のチャレンジ途中ということなので、それ終わってからまたヨシキと2人で気持ちは一緒に戦ってるけど、武田は1回シーズン終了ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、でもね、このチャンネル何させられるか分かんないんで5分になってからのも怖いかもしれない。そうだね、長距離とかなんか走んじゃないの、そろそろ。長距離もそうだし、短距離のなんかわけわかんない企画とかもやらされるかも。可能性大だよね、はい、10秒7で走った2日後3日後ぐらいにアンダーまで走らされたの、早速1枚。やばかったな、あれは。早速来てるよ、すでに。ということで、本当はね、ここでシーズンちょっと休んで冬季練に入るっていう流れだと思うんですけども、そんなもの僕にはない。ないんだ。今日はスピードも若干ありますし、距離もちょっと踏むよっていう。なるほど。短距離的にね、321やっていこうかな。タイムが39、26、12、はい、めっちゃ速くない？多分ね、普通に気持ち悪くなる。まあそうだね、うん、きつめの顔をみんなに久しぶりに見せようかな。ということで、今日もね、よしきさん日産来てまーす。またかっこいいの、うん、というかさ、何なの、あの概要欄、何をしてんの君たちは。何がしたいの。概要欄どことか言いつつ、前回の動画で天美ちゃんの挨拶3分体験みたいな限定公開で概要欄載せたの。ランニングは科学だ、ランニングは科学だ、ランニングは科学だ。2000再生いって、2000アクセス概要欄いったってことでしょ。概要欄から2000人流れてます。すごいね、すごいね。いや、マジですごい。わかるじゃん、じゃあ俺みんな概要欄の場所を。いや、間違いない。最近確かにマジレするとちょっとわかりづらくもなってる、はい、概要欄がね。わかるわかる。 たまにあるよね、なんかアップデートしてないしてるとかでも、はい、あれ本当なのかノリなの。まあノリだろうな。まあノリだろうな。あ、ごめんごめんごめん、ついついつい見てほしいからね、みんな、はい、そうだね、薄めだね。薄めなので、今日僕上にはこのジャケットも着て、西さんのウェアまたたくさん着てくるので、概要欄に。この動画で一番言ったんじゃない、概要欄ってワード。もう言わないかな、俺も。そろそろ言う。もう言わないよ。絶対言うねよ。うん、絶対言わないから。でも絶対言うね。概要ダッシュで行こうぜ。はい、流しです。しっかりストレッチと動的ドリルを入念に今40分ぐらいやって、流し2本ぐらい入れて3-2-1取り組んでいくと。ちょっと雨降ってきて気温も寒いから、怪我には十分気をつけてやっていきたいと思います。めっちゃ疲れてるじゃん、めっちゃきつそうじゃん。それさ、きつそうだよね。大丈夫？あんぐらいでいかなきゃいけないんだ。あー、300？でもあれで39でいけるんだね。いける。めっちゃ遅く見える。すごいな。いきます。はい、頑張ってください。ちょっと雨強いね。3-2-1、300、まず最初は39秒で入りたいと言っておられました。ちょっと体重そうなんでどうなるか分かんないんですけど、今日の周平のシューズはフューエルセル5280、こんぐらいの強度だった5280、すごい優秀と言ってました。はーい、いいよ、いいじゃん、いいじゃん、悪くないよ。そう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 、まもなく200、カラーコーンで200。いいよ、25秒ぐらいでいったね。25ぐらいでいかしたよ。そう、うん、いいじゃん。やばい。やばい。やばそうだけど。きつそう。体全体で呼吸すんなの。びっくりした。びっくりしたって。新しくね、なんか。お疲れ。
8秒93。ああ、びっくりした。びっくりしたって、動かなくて本気。あ、本気本気やばいじゃんそれ。これ本当だったら学生たちは3セットぐらいやんないといけないでしょ。食べてみます。これはこんぐらいの設定だったらってことだそうです。学生の皆さん、今日の TKD おじさんは1セットです。マジでおじマジでおじ。うわー、きつい。マジ本当に、まあ、設定こなせるように頑張る。100m のそのスピード特化の選手があえて質を落として距離を踏むメリットというか、冬季ってみんなそうするじゃん。それってかなりあるね、伊藤は。はい、基礎体力だね。基礎体力、うん、100m 走るっていうのも社会人になってる改めて感じたんだけど、まあ動かせない。なるほど、ね、100m を一歩しっかり走りきる。吉田もよく言ってる、土台っすよね。うん、それがないとそもそも何もできないんで、うん、はいはいはい、基礎体力のところはやっぱり大事ですね、うん、はい、でもどっちかといったらみんなゲロ早く思いしてこうやってんだけど、うん、きつい練習っていうよりかは、うん、社会人になってからはどんだけフォームをコントロールできるか、遅いスピードの中で。 100m だとできないわけじゃん、みんな自動化できないから、やっぱ段階踏んでいくしかないですよ、そのフォームコントロールするには。はいはい、自動化っていうのが大事になってくるのか。だから冬季でそういうロング系の動きをしていくと、そこで走りを覚えさせる。でもやっぱり俺去年の冬それやってきて変わったからっていう話を今度詳しくしようと思うんで、楽しみにしてください。ああ、オッケーオッケーなるほどね。ごめんなさい、20秒過ぎちゃった。ダッシュで行こうぜ。200ですね。200、設定は26秒、いいんじゃない？300よりはいい気がするよ。12秒5ぐらいでいきますよ。いいんじゃない、いいんじゃない。しっかりボディコントロールしながら、さあゴール。まあまあまあ、設定通りと言っていいんじゃないでしょうか。そして相当きつそう、相当きつそうだ、めちゃめちゃきつそうガチなやつです。ガチできつそうなんだけど、見てるこっちがきつくなるもん。やめて、もうその顔しないでって感じ。そんなにしんどいならやらなくていいのに。でもやんなきゃいけないですよね、陸上選手は。これ陸上やってない人はマジで理解できないんだよね。なんでってみんな言うもんね。 0.01 秒を削り出すためにはこれが必要なんですよ。かわいそうになってくるからやめて、その顔しないできつそう、マジ。久しぶりだね、なんか。あ、ダメだ、やばいね、これやばそう、マジで。ダッシュで行こうぜ。オッケー。きつそう。10秒7とは思えないと思う。そうに走るな、相当思う。そうだったけどウェイトしかやってないと、最近は。それを走りに何砂いじりしてる。え、なんで、え、何ちょっと行きましょうか。何それ本物じゃないよね。うん、おもちゃ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。